パリ五輪、柔道男子90キロ級、2回戦、31日、シャンドマルスアリーナ。村尾三四郎、ジェスグループ、は初戦でエストニアのカリュライドと対戦。初出場での金メダル獲得に向け、一本勝ちで快勝発進した。世界選手権などでは目立った成績を残せていない相手。開始直後からスピードあふれる積極的に仕掛けていった。 最後は大外刈りで一本勝ち、わずか44秒で勝負を決めた。23年5月の世界選手権では準決勝で敗れたものの、3位決定戦を制して銅メダルを獲得。同年8月に世界選手権などでの実績を評価され、パリ五輪代表を選ばれた。2月のグラウンドスラム、GS、パリ大会では初戦敗退などもあったが、 4月の GS アンタルヤ大会に優勝して復調をアピール。五輪につながる大会になった、と手応えを得ていた。村尾三四郎、村尾三四郎、2000年8月28日、米国出身。2歳から日本に移り住み、東院学園高を経て東海大へ進学。21年のグランドスラム、GS、火山大会で初優勝。 同年6月の世界選手権代表にも選出された23年の世界選手権で銅メダルを獲得するなどの実績を評価されて同年6月にパリ五輪代表に内定身長1 8 0ンチ9 0キロ